はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、デトロイトビカムヒューマンね、続きやっていきたいと思うんですけども、はい、何でしょうか。とても素敵なインテリアですね。ありがとうございます。性格がよく現れています。はいはいはい。私はで、とても好きです。はい、ありがとう。前回ね、この逃亡ということでね、ついに、コナーとね、カーラが出会ってしまったということでね、なんとかカーラはアリスと共に逃げたんですけども、いや、一体どうなってしまうのかということで、今回じゃあ続きやっていきたいと思います。ライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されています。あー、もう街に戻ってきてる。おっと、人間の側に乗ってますね。あ、電車なんだ。うわー、どうなっちゃうんだろうな。これもう人間になってますよね、どう見てもね。マーカスね。おわわわ、なんだ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 。あー、あれか。でもお金とかどうしてるんだろう。何？シンボルを確認する。ああ、これか。グラフティを見つける。これですよね。これじゃない？あ、これじゃん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 。お、なんか来た。あれ？これか？手がかり更新。このグラフィティを見つける。まあでもある意味無敵ですよね。だってお腹空かないし、金どうしてるんかな。まあいろいろね、ちょっとねツッコミを入れたいとこはありますけども、ちょっと待って、これをまず探すか。なんだろうね、これ鳥の顔みたいな顔しますね。よしよしよし、ちょっと行ってみるか行ってみるか。すごいな、電車ね。こっちはダメだな。これ下行ってみるか。これね、でもね、こんな風にもう人間にね、なりすましてるアンドロイド多分他にもいますよね。あ、通過できちゃった。あ、じゃあ待って待って待って。すみません。今のはあれじゃないの？なんかスリじゃない？今大丈夫？これっぽいぞ。これじゃない？あ、これだ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 。ほら、来た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 。これだこれだ。隠されたシンボルを見つける。ないぞ。これだけど、この辺が怪しいな。いや、何もないぞ。あれ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 。何もないぞ。ちょっと待て待て待て、もう一回見てみよう。こっちか、もしかしたら。あ、違うみたいだな。これですよね、どう見てもね。2分の0。何も反応がないな。あ、これだ、来た。あ、このマークだ。あともう一つ。これね、これ以上右に行けないんだよな。ここが今右の限界ですね。これ見つけたでしょ。ないな。この辺どうかな。これもね、左がね、これ以上いけない。これか？あ、これだ。おー。あー、こういう風に、ヒントがね、ずっと隠されてるってことか。ここって、なん
か見覚えのあるようなないような、どうなんだろう。ちょっと待って、このマークなんかね、2階のか3階、あのマークか、こう上の方っぽいですね。これ横断歩道、赤信号赤信号、すいません。あれじゃない、これだこれだこれだ、ほら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 、来たですね、これ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 、来た、このマークを探せってことか。うん、それをたどっていけばね、なんかその暗号みたいな、来た、ロボットのマークのところね、了解、よし。こっち側はない。多分まあこう道なりにっていうかね、多分進んでいくんでしょうね。ロボットの落書き。こっち行ってみるか。ん？なんか出てきましたね。あれ？なんか今ね、ちょっと待って、今なんか出てきたぞ。中？この中？あ、これだ、あった、この中か、1、これか、2、もう一個これだ、3、シンボルの一部が隠れている、中に入れない、入らないと出れないと見れないってことか、これか、かがむ、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、 LB、 いやー、なんか潜伏生活になってきましたよ。これですね、よしよしよし、来た来た来た、これを取り除く、1、2、3、はい、来た、3つ目、手がかり更新、窓のところね。了解。これ進んだ方が良さそうですね。道なりにね。ここにはない。窓。ないな。ないな。あ？あ？来たぞ、今。これだ。あった！ 1、待て、今そこでしたよね。 あれだ、ちょっと待った、これ難しいな、ん、待て、なんかここに出てる、動かすときた、ん、これを動かす、ちょっと待て操作がままならない、こっか、ん、ちょっと待て、ストップ、はい、 OK、 こうしてオッケー、よっしゃ、来た、この上に乗るのかですね、登る、おーおー、すごい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 、めっちゃ身軽じゃん。さあ来ましたよ、確実にね、近づいてますよね。で、あともう一つか、調べる、ないぞ。今ここの2つはやったんだけど、3つ目はないですよね。ないですよね、ないですね。ってことは先に進むんだけど、これ下に降りちゃうしかないか？こっちの壁にはないですよね。まあ行くか。あれ？これ行けない。あ、これいけないんだ。これね、下にね、いけない。あれ？ちょっと待って。二つしかなかったな。ないですよね。これとこれは明らかにしたんだけどな。あったあったあった。見逃してた。
よし、来た。まだ続くな。なんかこれ下に行けって感じですね。さあ、なんかね、こう、どうすんの、どうすんの、予測、なんだこれ、RT。おわ、めちゃかっこいい、めちゃかっこいい。計算。ちょっと待って。実行。トントントントーン。うわ、身体能力やば。かっこいいな、ちょっと。マーカス君。これ誰が主人公なんだろう。ねえ、こうどうなっちゃうんだろう、この後。降りる。あ、あれだ。ありましたね、ありましたね、ありました。これ、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 これ。来た、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 来た。これっすね。あれ？でも、あ、いいっすね、いいっすね。よっしゃ、一つゲット。それから、あの上もどうだ？これ、これ、これ、これ。これっすね。それから、あともう一つ、あった、これだ。三つ目。よし、来たよ。手がかり更新。なんかこう、建物の中ですかね。予測来たわ、また。ここで、こうなる、こうなる。うおー、不安定と。あ、ルートをね、違うルートにできるんだ。じゃあ、こっちからどう？こういって、こういって、すごいね、事前に実行を移す前に、先にね、こうなんかこう、シミュレーションしてからっていうね。めちゃ身体能力高いな。で、こうなって、で、計算。おー、このルートね。あ、なんか解除された。よし、行け。すごっ。いや、確かにね、もうアンドロイドは、人間に対してなんかこう、脅威になっていくのはもう、ね、簡単に想像つきますよね。だってこの身体能力ですよ。来たー。行きます、行きます。さあ、この辺りか？あ、なんかいる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 。え？ちょっと待って。この人何？アンドロイドだ、この人。だってあのお腹のところになんかありますよね、ほら。あのコアみたいなやつね。なんだ？なんだなんだなんだ？調べる。ちょっと待って、このアングルじゃわかりにくいかな？あ、あったあったあった。ちょっと待ってよ。こっちから行くか。手がかり、もう一回見てみよう。これか？こっちでもない。柱があって、こっちじゃないな。これでもないな。向こうですかね、やっぱりね。今こっちから来ましたよね。これっぽい？ただな、マークが、マークが、お、このなんか柱のところになんか出てる。これ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 。
こっち側になっちゃうんだけどな。なんだろう。あ、これか。あ、こんな風に見えてたんだ。あー、ほらほらほら、これわかります？この赤いのね、この柱のこの赤いペンキと、あの壁の赤いやつが、ここに立つと、ほら、見える。確かに、ほら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 、ちょっとわかりにくい。ほら、このアングル、このアングル、このアングル。これむずかったな。次はね、こういうふうですね。なんか木材が倒れてて、こっちか？取り除く。これ、なんか床がね、急に抜けてね、バーンって下に落ちちゃうとかっていうのが怖いですね。LT。くぐるってことか。来た。来た。階段上がっていく。あ、外出ちゃいますね。わあ、すごい。綺麗。え？あ、ジェリコって書いてある。船ですね。うわー、来たー。すごっ。これもうこれだけしかないな。うん。こうなんかこうね、古びた船みたいな。うわ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。うわ、びっくりした。ちょっとめちゃくちゃびっくりした今。ふぅ、そうか、今のルートはダメと。ジャンプ簡単にはいかないですね。すごいな、懸垂糸も簡単に。よっしゃ、どうなっちゃうんだろう。なんかマーカスがね、そういうそのアンドロイドのなんかなんていうかな、解放軍のメンバーになってみたいな風なのかな。なんか雰囲気的にそうですよね。この、なんか身なりというか格好がね。うわー、これ、今度は大丈夫か？ちょっと心の準備だけしとこう。大丈夫かな？アングル変えられないですね。ちょっとこう視界が悪くて前が見えない。怖い怖い怖い。ジャンプ、え、うわめちゃくちゃ迫力あった。登る。あ、上着がなくなっちゃいましたね。これ大丈夫なのかな、本当に。もうでもね、今更はもう後戻りできないですよね。で、ちょっと待って、調べる。拾う。懐中電灯だ。めっちゃ都合がいいっすね。これなー、もう絶対これなんか出てくるパターンでしょ、これ。怖いなー、ちょっとドキドキしちゃうねー。何もなし、何もなし。一応見るか、探索。何もないっすね。これは今来た方か？ですよね。じゃあもう一回こっち行って、ここですね。これが階段塞がってる、いけない。こっち行くか。あ、ここにありますよ。こんな大きな音を立てて歩いてたらね、バレちゃうでしょ。まあ、何か誰かが分かんないけど。この先にありますね。これだ。LT。
開かない。こっち側なし。絶対誰かに出会うでしょこれ。これだ。これダメですね。あれ、これ試してないな。見る。押す。あ、来た。あれ、あ、なんか落としてる落としてる落としてる。大丈夫。あれ、カーラじゃん。アンドロイドが逃亡。うわー、ニュースになってる。ですよね、 AX400。 あー、極めて稀な欠陥を抱えているとされ、車の往来が激しい高速道路を横断するなどの強行手段で、うわ、ニュースになっちゃってるんだ。サイバーライフの広報担当者はコメントを控えており、憶測が飛び交う状況が今後も続きそうだ。へえ。アンドロイドが衛星異様なんですか？なんだそりゃ。アンドロイドが宇宙飛行までやってるんだ。もう、あれですね。ありとあらゆるジャンルに、あ、ここにもなんか書いてある。RAS。ちょっと待って。他には何かないか？まあ、完全にこれあれですね。個室ですよね。うん。さっきね、音がしたんだよな。こっちか。こっちから来たから、こっちですね。あー、怖いな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 。広いなあ。こっち行き止まりだ。道なりで、よし、なります。おー、びくしゃびくしゃ。もう、びっくりした。ちょっと待って、おい、誰だ、お前。もしもーし。かがむ。あー、びっくりした。おお。これか。開かない。ってことはこっちですよね。あれ？これダメなの？あれ？もうこんだけ？どこ行ったんだじゃあ。これね、行けないんですよね、ここ。ん？あ、行けた行けた行けた。来た。あ、開きますよ、これ。あー、もう心の準備、心の準備。あー、よかった。エンジン室みたいな感じかな。機関室？めちゃくちゃね、堂々と探索してるけど、大丈夫なんだろうか。なるべくこれを使っていこう、ちゃんと。なさそうだな。ああ、大丈夫か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 。おーっと、スローも。あ、でもあれか、痛みはなかったんでしたっけね、確かね。ダメージはあるけど、痛みはないって言ってましたよね。でもなんか痛そうな感じになってるな。うわー、誘い込まれたってことか。ジェリコへようこそ。おお。うわー。
うわマジっすか。いやちょっとね今回あれですね、めちゃくちゃ初めてビビりまくりのなんかそういう感じでしたね。うん、なんか今までとは雰囲気違った。 86% 結構見ましたね。これは多分別のルートから来たやつかな。それか、あ、ここがなんかあったな。駅に着いて、アンドロイドが、あ、本がまだ読んでない記事があったんだ。しまったな。しまったな。駅を出てサインを追っていく前にもなんかあった。まあまあまあ、まあ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。屋上にたどり着いて、ですね。他にもルートがあるのかな。で、ジェリコを見つけて、こうなって、こうなって、こうなって。でもね、これね、見てください。仲間って書いてあるからね。まあ、好意的に受け止めてもらえる、じゃないかな。どうなんだろう。お前何者だ、みたいな感じじゃなくてね。うん。いやー、にしてもね、ちょっとね、びっくり仰天のなんかすいません途中で大きな声とか出しちゃってビビりましたね。はい、っていう感じでございます。いやーまあまあこれはこれでいいんだけど、うん、ちょっとねカーラがねもうニュースにもなっちゃってるってことでね、うん、カーラの方が気になるな。はい、というわけでございまして、じゃあね今回ここまでにしたいと思います。じゃあね、この続きはまた次回ということで、はい、じゃあ次回の動画でまたねお会いしましょう。